はい、どうも、今回のテーマはですね、89歳で成功する方法です。89歳で成功する方法。89歳で成功ってどういうことやねんと。まあ成功の定義はね、人それぞれなんで、何をもって成功なのかよくわかんないですけど、まあとりあえず89歳で成功する方法をお伝えしていきたいなと思います。これはですね、僕が10月1日の出版記念誕生日にセミナーやったんですけど、その時に写真家の西本さんっていう方をですね紹介しました。これ結構有名な方です。で、72歳ぐらいから写真を撮り始めて、で今アドビとかのソフトでフォトショーですね、フォトショーを使って写真も加工できるし、一眼レフで写真撮って写真加工してみたいな、でも面白い写真を撮って加工してるんで、それが話題になって、まあ、テレビにも取り上げられたりとかしてたんですけども、僕はそれを見たのが気づいたのは 2,3 年前ですかね、たくん。まあ動画もちょろちょろ撮ってると思うんですけど、でそれをね、久しぶりに10月1日のセミナーでお話ししたんですよ、西本さんっていう。知らない人はちょっと調べてほしいです、西本さん。写真家西本、とかで検索すれば出てくると思います。 YouTube とかで検索してみてください。で、なんでこの話をしたかったかっていうと、今からでも遅くないですかっていうのが本当に多いんですね。今からやって稼げるんですかとか、今からやって稼げるんですかとか、なんだ、今から始めても大丈夫ですかっていう。それって大丈夫かどうかっていうのは、自分で大丈夫じゃないって決めてるから大丈夫じゃないんですよね。これすごくシンプルで、まあこの前やったそのマスターマインドセミナーでもちょっとお話ししましたけど、自分の壁は自分で作ってるんですよ。だから実際にいてるわけじゃないですか。ダメかどうかではなくて、やれてるのかやれてないのかって話で、70歳から70を超えて写真一眼レフ学んでね、今 Adobe の Mac のパソコン使ってるわけですよ。89歳ですよ。で、89歳のおばあちゃんができて、その89歳よりね、若い人ができないっていうことを考えられますか？なんかできるできないって結局なんか自分で決めちゃってるのかなっていうのはすごく思いますね。できるできないっていうのは、できると思えばできると思うし、なんでできると思えばできるかっていうと、例えばですよ、あれですよ、なんか生まれた瞬間にもちろんその、ね、スキルとか才能の差はあると思います。例えばウサインボルトって身長高いじゃないですか。ウサインボルト、確かウサインボルト身長高いですよね。じゃあウサインボルトに勝てるのかとね、それはその難しいじゃないですか。生まれた瞬間その体格の差だったりとかあるわけですよ。例えばじゃあバスケット選手でも日本人で、活躍されてる、アメリカで海外で活躍されてる人言ってますけど、田淵さんだったかな、田臥だったかな、身長ちっちゃいじゃないですか。でも活躍してますよね。だからその確かに能力の差だったり身長の差だったり、なんかいろいろあると思いますよ。あると思いますけど、それはなんか身長がちっちゃいならちっちゃいなりに自分ができることがあるわけじゃないですか。で、身長がちっちゃいから絶対、バスケの NBA かな、だったっけな、まあ、そこで選手として活躍できないのかっていうわけでもないわけじゃないですか。だからそれってなんか結局自分で決めてるんじゃないかなっていうところなんですよね。だから10年以上こういろいろ僕も教えてきたんですけど、非常にここが多いかなと。あとはね、結局そのやろうと思わないとやらないんで、結局できないんですよ。もう一度言いますね。やろうと思わないとやらないからできないんですよ。もう一度言いますね。これ超シンプルですよ。やろうと思わないとやらないからできないんですよ。もう一度言いますね。これ本当大事ですから。やろうと思わないとやらないからできないんです。だからできないんですよ。これね、すげえシンプルなんですよ、物事ってすごく実はすげえシンプルなんですけど、自分で決めちゃってるんですよ、それを。できるかできないかは。だからほんとね、知らない方はこれ調べてください。写真家西本さんで調べていただければ出てきますから、ネット上に動画もいっぱい出てきますよ。生涯現役っていうことで、僕はね、この西本さんの写真を見た時にめっちゃファンキーだったんですよ。
ちょっと西本さんの写真をちょっとここに出しておきますよ。もう西本さんの好きな写真をここに出しておきます。めっちゃファンキーですから、ここら辺に出しておこ、ここら辺に出しておこう、ここら辺に出しておきますよ、西本さんの写真。なんか見てください、本当ファンキーですからマジでみたいな、めっちゃ面白いみたいな、こんな年取りたいなっていうのは、僕はね、この西本さんの写真を見た瞬間に、僕もこういうおじいちゃんおばあちゃんになりたいなと思いました。こんなおじいちゃんおばあちゃんに、まあ今、あとね、これちょっと話脱線するんですけど、なんかね、YouTube をYouTube その見てたら、関連動画にですね、投資で2億稼ぐなんか女性の人が出てたんですよ。投資で2億株かな。でその株、あ、東大に受かった人がなんか株で、まあ、あの2億儲けてるみたいな動画があったんですね。ね、それ見てたんですけど、その女性なんですね、その女性が言ってたことが、いや、私も東大受かった時もひたすらまあ勉強してましたけど、その株もそうで、結局凡人がね、凡人が何か成し遂げるんだったら、一つのことをどれだけ集中してやれるかっていうことに尽きると思う、私は思いますと。東大、私がこんな普通の凡人の普通の私が東大に受かったのも、ひたすらその周りが遊んでたけど、私はもう勉強しかしなかったと。だから東大に受かることができましたと。だから株もそうで、何、そのみんなすごいって言うけど、ただ一つのことを集中してやっただけですみたいなことを言ってたんですよ。まあ凡事徹底ですよね。だからその西本さんっていう人も、写真70何歳から始めて写真をやるぞって決めて、それで写真をずっとやって、徹底的にやった結果できるわけじゃないですか。だからね、本当にね、まあ、遅くないし、やろうと思えばできるし、あとはどれだけ徹底的にやるのかなっていうだけの話だと思います。まあ、結局人間って弱いんで、ブレちゃうんですけどね、弱いんで。だからその僕もいろいろ勉強したんですけど、やっぱ最初のこの自分がどれだけの気持ちで思ってるかっていうところが大事かなと思います。自分がどれだけの気持ちで思ってるのかっていう、だこの思う気持ちが少なかったら、やろうという気持ちが少ないじゃないですか。じゃあこれ、思うって気持ちが強ければ、やろうという気持ちも高まるじゃないですか。じゃあやればできるようになるじゃないですか。で、起点は思うなんですよね。僕これ松下幸之助さんとかも言ってますよ、有名な人たちも言ってます。最初は思うことが大事だって。抽象度が高すぎてよくわかんないですよね。思うだけで願いが叶う的な感じですよ。抽象度が高すぎるんで、あの理解できない人がほとんどだと思うんですけど、でもそうなんですよ、だからね、大体は100万稼げたらいいなとか、これぐらいあったらいいよな、いいな、なんですよ。大体はいいな、稼げたらいいな、あ、インターネットってこんなあるんだ、いいな、いいな、ぐらいなんですよ。なんかもう、なんかそれを現実的に叶えたいっていう強い、もちろんあるかもしれないですけど、その強い思いがないんですよね。だって僕の周り、僕もいろいろ教材を教えてきましたけど、全く初心者の状態から月収100万いったりとか1億稼いでる人たちって、本当にね、この強い思いがあるんですよ。強い思いがある人たちだけですよ、本当に。で、稼げてない人はこの強い思いがないです、そもそも。だ、強い思いがないから徹底的にできないんですよ、やってないんですよ。で、その月収100万達成してる人とか、1億稼いでる、全く初心者からね、1億稼いでる人たちっていうのは、すげえ強い思いがあるんですよね、起点となる。ここだと思いますけどね、まあそれをみんな、なんかノウハウのせいだとか、テクニック稼ぎ方がダメだとか、なんかそういう風に言うんですけど、いや別に何でもいいんじゃないかなと思うんですよね、稼ぎ方なんて無限にあるわけじゃないですか。なんで稼いでもいいんですけど、起点となるこの思いが少なかったら無理なんじゃないかなと思います。本当に今インターネット使えば何でも稼げますからね。だって別にね、本当に何度も僕言ってますけど、なんだ、Google で調べればいっぱい出てくるじゃないですか、無料で。だからそれで稼ごうと思えば稼げるわけですよ。
昔と違って全然環境変わりましたからね。この環境で稼げないっていうのはやってないだけです。本当にこんだけ環境をね整って稼げないっていうのは本当にやってないだけなんじゃないかなと思います。で、稼いでる人たちはやってるわけじゃないですか。なんか稼いでる人たちはどんどんやってるのに、稼いでない人たちはやってないっていうね、なんかこう矛盾なんですよね。稼いでる人たちはなんかいっぱいセミナーやったりとか、まあ、メルマガやってみたりとか、 LINE アットやってみたりとか、動画やってみたりとか、なんかいろいろやってるじゃないですか。新しいこと、あと本読んだりとか。稼いでる人ほど本読んだりとかしてるんですよ、結構。なんかね、なんかなんですよね。まあということで、じゃあ吉谷さんと、まあ吉谷さんの言うことはいつも抽象的なんですよと。抽象的なんですよ、吉谷さんの言うことと。そうです、抽象的ですよ。抽象的で具体的なのは有料でございますよ。具体的なのは有料でございます。で、今回ですね、その具体的なお金の稼ぎ方について、すごくいいセミナー、まあ、新商品ですけど、新商品ね、それをコンプリートボックス、あとスペシャルボーナスもつけて、今販売してますので、もしなんだ、その具体的な稼ぎ方がよくわからないという場合は、この映像を手に入れて勉強してください。で、一応稼ぐマスターマインドセミナーで、もう本当にこれね、具体的に何やれば稼げるのか、速金でマジで稼げるのかっていうのを森くんが話してくれたし、あとはその10月1日のやつは電子書籍ですね。電子書籍ね、今まだ世の中にノウハウとしてあんまり出回ってない、もうおそらく日本一のノウハウですね、はい、このノウハウが聞けるので、まあ本当具体的にお金稼ぎたいっていう方はですね、それやってみたらどうですかね。うん、はい、この YouTube の下にリンク載せてますので、ぜひご確認ください。で、あとは1円もお金使いたくないよと、そのノウハウ買いたくないよという場合は今無料で本が出てますので、その無料の本は絶対手に入れておいてください。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいんで。なぜならば、その僕が教えてることなんですよ、結論。その本っていうのは僕が教えてることです。情報コンテンツを作って売っていくっていう。で、その海外の方で100億ぐらいも作ってる人が出した本なんで、これはね、ほんと手に入れといてほしいなと思います。はい。ではですね、この YouTube の下にリンク入れておきますので、ご確認ください。では、ご視聴ありがとうございました。